皆様、中村鶴松です。平成中村座チャンネルの平成中村座物語をご覧いただきありがとうございます。7話目では、私鶴松が納涼歌舞伎でですね、紅葉狩りという演目の、次女の野菊というお役に挑戦させていただきました。勘九郎の兄にも助けていただいて、歌舞伎座という大舞台で一人で、踊ったのをこの間のことのように思い出しております。そしてルーマニアの、演劇祭の様子なども残っておりますので、どうぞ皆さん楽しんでください。2008年5月、ルーマニア・シビウ。中村勘三郎と仲間たちはヨーロッパ三大演劇祭の一つ、シビウ国際演劇祭に参加するためこの町を訪れていました。あ、来た来た、あ、来た来た。市長にも表敬訪問しました。オリンピック来てるみたいな気持ちになるよね。負けちゃいられないもんね。使っていない工場が稽古場、そこには地元の男の子たちがいました。シビウにある演劇学校の生徒たちです。上演するのは夏祭りなにわ鏡。その祭りの場面にエキストラとして参加してもらうのです。ハードさん、レディーさん、まずは稽古を見学してもらいます。最後のシーンのちょっと体だからは、俺から先に自由が言った。これはこの大使が見つけたこの片袖で磯之丞様のお世話をするという方。セリフは日本語。ストーリーについていけず退屈そうにしています。そして稽古場からいなくなってしまいました。帰ろうとする生徒たちを通訳の女性が引き止めます。どんなに、来てもらった言葉なんかこと自体がどんなにありがたいのかとか、こんなに本当に名誉、夢でも見えないぐらいの大事なもんだから、それちょっと考えといてよって。生徒たちが戻ってきました。エキストラの稽古が始まります。祭り囃子に合わせて踊るのですが、なかなかうまくいきません。そこでお弟子が実演してみせることに。手がドラゴン、竜の手？そう、竜がドラゴンが飛んでる様みたいな。竜っているのかな？役者を志している生徒たちは躍動感あふれる踊りに興味を持ち始めたようです。手応えは十分。稽古の合間を縫って他の国の演劇に触れることができました。こちらは全編ルーマニア語の前衛的な舞台。なんだ、分かった。これさっき笑ってたし、前はさ、笑ってたし。
全く理解ができなかった勘三郎、仲間に感想を聞いて回ります。分かった、さっぱり分かりません。そしてその時間が大事ということから、実は運が良かったっていう人もいる、今のところで死んでしまうっていう話なんです。そしてそのクリスティン、ユースティン、ユースティン、そうです。ただ、これが1回言われて、その後その事故に1人が車に乗ってどこかに行く予定だったんですけれども、 X さん、そしてその何かどうやら勘九郎だけは理解できていたようです。勘三郎びっくり。あ、そうですか。そして勘三郎たちの公演が始まります。倉庫を改装してできた平成中村座、そこである問題が起きていました。翻訳を聞くためのイヤホンを受け取っていないお客が大勢いることが分かったのです。開演時間が迫っています。彼らにも頼んで、人たちがあるし、パスティマ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 。一時は歌舞伎に興味を示していなかった生徒たちがイヤホンを受け取るようお客に呼びかけてくれたのです。そして舞台の幕開きです。そして生徒たちの出番、ギリギリまでお弟子の踊りを復習していました。中村座にルーマニアの人々の拍手が鳴り響きました。終演後、鳴り物さんたちからサプライズのお祝いが。実はこの日勘三郎53回目の誕生日だったんです。シビュ国際演劇祭の夜、街に出れば国籍も言葉も異なる人たちがパーティーを始めていました。
長野県松本市にやってきた平成中村座の一行。信州松本大歌舞伎と題して夏祭り浪花鑑の凱旋公演をします。いつか松本でやりたいと思っておりました。もう有終の美をこの松本の地で飾らせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。会場は松本市民芸術館。この舞台で大役に挑む役者がいました。次男中村七之助です。海外公演では勘九郎が務めたあのお達を七之助が演じます。すごく僕好きな役なんですけれども、そういうのをやらせていただく、これもちっちゃい頃から見てた役ですから、一つ一つを丁寧に着実にやってって。勘九郎に続いて七之助にも試練が与えられました。私の名護が立ちませぬ、また徳平も。女形として著しい成長を遂げていた七之助。大役に挑みます。さらに松本でもあのアイデアが取り入れられていました。苦しいです。動機がさらし、さらしが苦しいくせに下がってくる。動機がちょっと動機してきて恋だ。ルーマニアでの公演と同じく地元の人に参加してもらいます。学生や社会人およそ100名が祭りの場面で踊るのです。まずは七之助の出番。そしてエキストラの人たちも。舞台に活気を与えてくれました。公演中にはこんなサプライズも。勘三郎がエキストラの人たちへお礼を伝えに来ました。いやいや、ありがとうございます。そして千秋楽を迎えました。舞台に立った全員で記念撮影。中村屋はさまざまな場所に赴き、歌舞伎の素晴らしさを伝えていきます。恒例の8月納涼大歌舞伎で中村鶴松にもある試練が。学業と歌舞伎俳優を両立させている鶴松、中学2年生になっていました。
この日は舞踊もみじ狩りの稽古がありました。一人で踊る場面を勘九郎が教えてくれます。勘九郎さん、七之助さんはどんな存在ですか？お兄ちゃんみたいな存在です。普段はなんか、いつもふざけてるんですよ、遊んだりしてくれたりし、でもお芝居のことになるとすごい真剣に何でも教えてくれるし、大切な人です。大切です。鶴松の一日、平日の昼間はどこにでもいる中学生。稽古や舞台のない日は歌舞伎の基礎となる音楽や踊りを学びます。顔を合わせるたんびに鶴松お願いしますっておっしゃるぐらい気にかけてるみたいです。彼もお父さんと思ってるだろうし、やっぱり大きな師匠だと思って少しでも近づきたいっていう気持ちは私もすごい伝わるので、もうその手伝いをいっぱいさせてあげたいと思います、はい。鶴松を気にかけてくれる人はここにもいました。中村屋最年長のお弟子、中村小三座です。これ前子、貴重な写真を見せてくれました、若かりし頃の舞妓役の姿、すごい綺麗です、私もこんな時あったって舞妓やった。8月納涼大歌舞伎初日、先輩俳優の部屋を回り挨拶をするのが習わしです。鶴松はもみじ狩りの次女野菊を演じます。一人で踊る場面があり、お客の視線を引きつけなければなりません。初役の野菊、可憐に踊ります。千秋楽、終わっちゃった。今回のあれなんかすごいいい役っていうか、早く回ってるし、もうちょっとやってなかった。中村屋の末っ子もまた歌舞伎役者として着実に成長していました。2008年夏の終わる頃、浅草寺本堂の裏に巨大な建物の一角が姿を現します。平成中村座の建て込みが始まっていました。次回は平成中村座浅草公演、伝説の奏本忠臣蔵。